Ah, curto.大山選手は誰よりもこの舞台を待ち望んでいました。これ見ると嬉しいこんな感じですか。オリンピックという舞台は私にとってはもう世界で一番のメダルよりも大きい舞台なので、大山選手はこれまでオリンピックを心の支えに戦ってきました。10年前賞金女王に輝きましたが、その後に左肘の靭帯を損傷、長期間のリハビリを余儀なくされました。もしかしたらできないんじゃないかなと思った時が何度もあったので、できないんじゃないかな、不安と焦りが募る日。そんな時、リオデジャネイロオリンピックでのゴルフの復活が決まりました。すごく頑張る力になれたし、なんかこの目標があったからさらに今年オリンピックへの思いをより強める出来事がありました。熊本で起きた地震、被災した多くの仲間が大山選手